小さすぎてわからん。 T-Rex 150 in New Haven。 ちなみによく確認できません。あ、どこだどこだ。お、いた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 、うん、すげえよく飛ぶんだけど。でもこれ回転抑えてるでしょ。 100% じゃないけどね、その推奨設定。うん、おー、すごいよこれ。何、なんでこんなよく飛んじゃうの。これはちょっと今までのチビヘリ業界は驚愕だね、うん、壊れるけどよく飛ぶ、うん、だってほら壊れないって言ったってさ、結局のところ何回かやればぶっ壊れちゃうわけじゃん、うん、だったら1回で壊れるか2、3回で壊れるかの違いぐらいなもんだよ。あれ、あ、どうしちゃったの。いきなりホールドしちゃった。ホールド押しちゃった。あ、もげた。でも復旧。うん、大丈夫だ。多分1回ぐらいかな。あ、キャノピーがもう割れた。それはテープで補修でしょ。いらねえ。さすがキャノピーです。キャノピーです。で飛んだら結構すごいよ。ほら飛んじゃうもん。すごいパワーあるし、しっかり感があるし、それで途中でホールド入れなければ完璧だね、うん、プチって入れちゃったね。おー、すっげーや。登る登る。高尾さんのグリングリンフライトにもバッチリ対応してるじゃないか。うん、大したもんだよ。でもテールモーター案外うるさいんだね。うん、これはどこでも同じだな。いや、でもすごいや。早速一パケなんちゃったよ。いや、そんなの勲章だから。